皆さん、欅ってご存知ですか？ニレ科欅属の落葉樹です。分布は東アジアの一部と日本に分布しています。木材の特徴は木目が美しくて、磨くととても光沢が出るそうです。硬くて摩耗に強いので、家具、建築物などにも使われているそうです。日本家屋はもちろんですけれども、古くから神社、仏閣などにも用いられているそうです。現在では高価となって、なかなか庶民の住宅には使えなくなっているそうです。大阪府の能勢郡に樹齢1000年を超す大きな大木の欅もあるそうですよ。ぜひ一度行ってみてください。皆さん、欅書けましたか？画数が多くて難しかったですよね。ぜひ何度も何度も練習してみてください。初夏はるみでした。それではまた。